ドットコムチャンネルをご覧の皆様こんにちは。高校野球ドットコムの栗崎です。今回は慶応義塾大学のスラッガー中村健人選手を紹介していきたいと思います。中村選手は愛知県の強豪中京大中京高校の出身で、2015年の夏、上野翔太郎選手らとともに甲子園出場を果たしました。慶応義塾大学進学後は2018年秋のリーグ戦で5本の本塁打を放ち、ホームラン王とベストナインを獲得。2019年春のリーグ戦では2本の本塁打を含む14安打、打率3割1分8厘と結果を残し存在感を示しています。2018年には大学代表候補合宿に招集された中村選手、2019年は日本代表入り、そしてドラフト指名を勝ち取ることができるのか、ラストシーズンに注目です。